はい、どうも、佐藤俊明です。声を張っていかないと、なかなかね、再生したときに声が小さいような気がして、ちょっと聞きづらいかなと思っています。すいませんでした。YouTube 見ていると、池早大学というのの人の YouTube を見ることがあるんですけど、まあ、とにかく YouTube をしなさい、とにかく YouTube をしなさい、2020年は YouTube をしなさい、まあ、5G が来るというようなことで、ちょうどタイムリーだったなと思っています。では、私の俳句です。つぶやきは寂しさ遠く蝉の声。つぶやきは寂しさ遠く蝉の声。季節感は全くバラバラですけどね。季節感合わせていった方がいいんですけどね。それはタイムラインに書くとして、今思いついたやつをタイムラインに書いていくということなんですけどね。もう一つ、潮風に打たれ晩秋横浜で、潮風に打たれ晩秋横浜で、若い時、20代30代の時はよく横浜に、年に1回ぐらいは横浜に行ってたんですけども、まあここは愛媛県なんですけどね。まあ、横浜から一番というか、時間的に遠いところだなとは思ってますけどね。それでは、今回はこのぐらいで。